はいどうも、オリオンです。今回の雑学はですね、こちらです。はい。保釈金はいくら払えばいいのかと。はい。保釈金というのは、その人が逃げ隠れしないことを保証するお金です。例えば、B さんが何らかの容疑で警察の留置所に入ったとします。まずは、警察が裁判所の許可を取り、10日ほどの取り調べをします。そして、取り調べの目処が立ったとします。この時に金を払って釈放されることがあります。これが、保釈金というものです。じゃあ、いくら支払えばいいのかと言いますと、その人の状況によるんです。というのも、最初に述べたように、逃げも隠れもしないことを保証する額なんです。はい。なので、本人にとって、大金でなければ意味がないということですね。はい。この相場ですが、大体ですね、200万ぐらいですね。200万ほど、まあ、個人によって違うと。はい。ということです。